皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。シャイニーのミンホが3年連続で始球式に登場する。SSG ランダース以下 SSG が8月18日、三河、インチョン、SSG ランダーズフィールドで開かれるハンファイーグルスとの試合に先立ち、勝利祈願の始球式と国家イベントを行うと14日に明らかにした。この日の始球には、 新川出身で SSG のファンであることが知られているミンホが登場する。彼は始球式を終えた後も観客席で試合を見守り SSG の勝利のために応援する予定だ。ミンホは2008年にデビューし世界的に愛されており音楽活動だけでなく俳優としても活躍している。現在は JTBC 土日ドラマ「けいっぱいの愛」でナムテピョン役を演じ 優れたビジュアルとキャラクター表現力で視聴者を魅了している。また、演劇「護道を待ちながらを待ちながらにバル役」でキャスティングされ、デビュー後初めて演劇の舞台に立つ予定だ。2022年から今回まで3年連続で勝利祈願の支給式に参加するミンホは、今年も SSG の勝利のために支給ができて光栄だ。暑い中苦労している選手の皆さんが、 健康にシーズンを終えることを願い、僕も頑張って応援すると伝えた。またこの日の国家読唱は、独自の歓声を誇るシンガーソングライターのイム・セジュンが務める。イム・セジュンは、多くの野球ファンの前で愛国歌を読唱する意味のある場に招待していただき、光栄だ。暑い夏、SSG の勝利のためにファンの皆さんと熱く応援すると感想を伝えた。どう思いますか 気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。